今回は視聴者さんからのリクエストで、このダイソーで110円で売ってる燻製用ダンボール、いわゆるダンくんですね、こちらをレビューしたいと思います。温くん専用で網は別売り、必要な網は27センチ四方のものですね。株式会社バンドーさんです。このような、ジャンコードですねとなってます。はい、まあね、見た感じね、以前キャンドゥで売ったようなものと似てるんですけど、若干ね、なんかこの下の形とか違うしね、こう穴が開いてるとかね、ちょっと面白いかなと思います。では開封していきます。はい、こんな感じですね。もうね、見たらすぐ分かる感じの組み立て方っぽいですね。これが上ですね、こちらが上で、ここにどうも差し込む感じですね。なんか昔何かの付録についてた型紙工作っぽくて楽しいですね。はい、ここがもう外れてますね。ここが外れるんですね。はい、切ってくれてます。で、上はね、こういう形で、折り曲げて、以前のキャンドゥのとね、この辺りは一緒かなと思います。こういう形でしっかりと固定できますので、はい、箱自体はね、もうこれで完成っぽいですね。はい、こんな感じでね、しっかりと密封できて、で、スリットがあって、ここから網を入れるわけですね。で、下はね、こういうちょっと丸い形のね、切り込みがあって、で、ここからまあ煙がね、逃げるようにっていう配慮でしょうね。中を覗くとこんな感じ。なんかね、シンプルでいいですよね。以前のキャンドゥのやつはね、ここからスカートが出てて、横に広げてなんか石で押さえるっていうね、まあ、あれはあれで風で飛ばないのでいいっていうことだと思うんですけど、まあ私はこの方がね、好きですね。なんかシンプルなんで。じゃあこれでここに網を差し込んでみようと思います。はい、網はね、ダイソーでも27センチ四方のものが売ってますので、買ってくればそのままね、使えます。で、私以前もね、この27センチのものをね、何枚か使ってるので、新品じゃないんですけど、差し込んでみます。なんかドキドキしますね。おお、そしてこちら側からも出てくるということですね。おお、なるほど、こういう感じでね、左右からちょっと斬新ですね。こうちょっとテーブルっぽいところが出てくるというね。裏から見るとこういう感じ。はい、以前ね、キャンドゥのやつはね、もう一つ、内側にね、割り箸通して2段にしたんですね。これもね、ちょっとそういうことができそうな感じはしますね。はい、上の方がね、結構広いので、2段にしても結構ね、いろいろいけそうです。まあそういう加工もね、ちょっとやってみようかなと思いますけど、まあこれ非常にね、ちょっとスリットからこう飛び出すというね、少しずつなんか楽しいですね、これね、面白いと思います。ここで燻製初心者の方のために少しだけレクチャーしますね。今更燻製の基本かよとか言わずに、まあお付き合いください。燻製には熱燻、温燻、冷燻の3種類があって、直火を使って短時間で作る熱燻と違い、30度ぐらいでじっくり時間をかけて仕上げる冷燻は高度ですが、慣れるとやみつきになります。最も気温が30度を超える今の日本では冷燻は無理だけどね。今回はスモークウッドがなかったので、燻製チップを使った熱燻にしてみます。ただし段ボール製の燻製器の場合は燃えないように注意が必要だよ。以前はポケットストーブに固形燃料でやったけど、今回は炭を熱源にしてやってみるね。Thank you.
器を使わない場合、段ボールの内側は酸素不足なので途中で消えることがよくあるよ。今回は炭を足すことでチップの加熱してるんだけど、くれぐれも段ボールが燃えないように注意が必要だよ。よりしっかりスモークしたいときは時間をかけるか熱源を足してやればいいんだ。今回サルは固形燃料でチップを炙ることにしたんだよ。これだったら炎が燃えてるから確実にチップが高温になるからね。おお、しっかり出てるね。めっちゃ出てる。やっぱり燃料を使うと一番安定して長い時間出るので炭よりこっちの方がいいですね。まあ炎があるんでね、注意しないといけないんですけど。さあ、もう良さげだね。おお。はい、ということでね、避難してきました。ちょっと直射日光強いんでね、外は開けてみます。さあどうでしょうね。おお、いい感じじゃないですかね。まあ今まで通りといえば今まで通りなんですけどね。あー、ちょっと網にくっついちゃったかな。あ、丁寧にやれば取れますね。こんな感じです。じゃあちょっとね、いただいてみます。いただきます。あのね、申し分ないね。ちょっと柔らかめですね。熱くんって結構パリパリになるんですけどね、水分が飛んで。今回はね、やっぱ炭でやったせいか、ちょっと柔らかくてね、しっとりした感じが、またちょっと違う感覚で美味しいですね。カリカリになってるのもね、好きなんですけどね。このちょっとしっとり感の残る、でスモーキーなね、味がしっかりしまして、これね、なかなか美味しいです。問題はね、剥がれにくいということですね。剥がれにくいです。ちょっとね、網を取り出して下からつっつくとかした方が、あのボロボロになっちゃいそうで、ちょっと怖い感じ。今回あれですね、燻製器をよく取らずに、その水分っていうかね、残ったまま網にパッと置いちゃったので良くなかったんだと思います。私の燻製器はですね、まあ、ざっくり言うと、水が 100g、 白だし 100g、 塩 10g で、胡椒少々という感じなんですよ。で、白だしとかがね、やっぱりその醤油っていうかね、糖分が結構あるので固まっちゃうんですね。これもしかしてこっから引き出せるのかな。笑えますね、それ。あ、出ない。一番端が出たので全部出るかと思ったんですけど、一個しか出ませんでした。結構ね、かなり強く固まってる感じですね。はい。あ、けど取れるかな。ちょっと無理やりでも剥がせばいけそうな感じですね。はい、無事にね、取れました。卵なんかもね、結構いい感じでできてると思うんですよね。ちょっと切ってみましょう。はい。まあ普通の卵ですけどね。ちょっと食べてみます。やっぱり何回食べても美味しいね。やっぱ何回食べても美味しいですね。このダイソーの燻製用段ボール110円、これね、あの横から差し込むスリットっていうのと、以前のキャンドゥのやつよりコンパクトで、余計なこうスカートがないっていう、まあそういう意味ではね、私こっちの方がね、気に入りましたね。教えていただいた視聴者の方、ありがとうございました。で、本来は温燻専用なので、今日は熱燻をしました。たまたまね、スモークウッドがなかったのでスモークチップの熱燻にしたんですけど、本来は温燻でやった方が簡単だし、火の扱いもね、危険がなくていいと思いますので、そのあたりは知っておいてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。